気がついていないことは変えられないんです。例えば、あ、私はこんな考え方をしているんだ。例えば、自分は幸せというものは、いつか願い事が叶った時になれるって思ってるんだ。ということに気がつかなかったら、これって本当って問いかけることできないですよね。だそう思ってることに気がついてないんだから。ね あの何でもそうだと思うんですよ。自分が気が付いてないことって変えられない。私あの、視力がすごい悪いんですね。それで、うんと、すごく遠くが見えるメガネを家の中でかけてたらめっちゃ疲れるんですよ。そんな広い家じゃないんで、<laughs> そんな遠くまで見えなくてもいいじゃないですか。だからまあパソコンぐらい見えたらいいなと思って、それぐらいまでしか見えないメガネにしてるんですね。そしたら何が起こるかっていうと、埃が見えないんですよ。<laughs> ほこりが見えない。気がついてない。ってことは、変えられないんですよね。めっちゃ汚いよね。ね、時々、その、運転用、運転と映画館用のメガネ、これは同じぐらいの度数なんですけど、かなり遠く見えるんですね。ね、これをこうかけると、うわーと思いますね。めっちゃゴミ落ちてるやんって。で、その時はね、もうちょっと、あーと思って掃除するんですけど、これどういうことかって言ったら、 気がついてることしか変えられないんですよ、人って。つまり、考え方を変えれば、変われば、それは変わりますよね。だって現実の捉え方変わるんですもん。じゃあなんで、みんな幸せになりたいと思ってんのに、その考え方変わんないのって言ったら、自分が何を考えているかに気がついていないからではないでしょうか。これまで、 まあそんなことを気がついていなかったけれど、ああるいは気がついていた方も、えー、多くいらっしゃるかもしれません。普段ですね、頭の中では今みたいにずっ,ずっと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 何かを考え続けているのではありませんか。今までは気づいてないですよね。だってそんな自分の頭の中観察しないですもんね。 私は今何か考えているかな、うん、とかやらないですね。はい。考えが浮かんでたら、ずっとただ浮かんでるだけですね。だから気がつかなかった。でも、ずっと考えてるんじゃないでしょうか、人間は。ずっと。さあ、しかもですよ。考えていることに気がついていなかった。ということは、当然ながら、 どんなことを考えているのかにも気がついていなかったのではないでしょうか。ね。<laughs> そして、その気がついていない、気がついていない、頭の中でずっと怒っている、ずっと続いているその考えが、 様々に起こる出来事を解釈し、あなたの快不快の感情を、嬉しいとかムカつくとかいろんな感情を作り出して、幸せだったり不幸せだったりという状態を作り出しているのではないでしょうか。ということなんですね。あの、気がついてないものは変えられないです。やっぱり。 だねこう玉ねぎありますけど、これ玉ねぎ初めて見た人がですよ。ね。表面はちょっと皮っぽいですけど、この中はこれはもう塊だと思ってたら皮をむこうと思いもしないと思います。ね、じゃがいもみたいな、こう、なんかクッと固まってたらね。うん。でもこれ皮だって知ってるから、皮みたいにこう、どん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 剥がれていくって知ってるから、むこうとも思いますよね。だから自分も、 ま、本当の自分とも言ってもいいし、幸せと言ってもいいし、自由と言っても、実は言葉は何でもいいんですけれども、こう、そこの周りにいっぱいいっぱい川があるんだ。ね。で、どんな川がついているのかっていうことに気がつかないと、向けないんですわ、この川。だから、 これ人それぞれなんですよ。そのいろんな皮がついてるんでね。だからその自分は、うわこんなことを考えていたのかということに、まず気づくっていうことがめちゃめちゃ大切なんですよ。だって気づかないとそもそも向こうとも思わないからということですね。あなたも一緒にアキコズワールドで学びませんか サポーターズクラブや西戸あきこ学校など学び方はいろいろ詳しくはホームページあきこワールドをご覧ください西戸あきこでした